コロタ候補、それではお願いいたします。はい、皆様、お疲れ様でございます。最後、14番目、最後でございます。5分間の時間をいただきまして1点ほどお話をさせていただきます。まず、明るく元気な祭り、これは誰しもが願うところであります。12月に一般質問というのがあって、一般質問をさせていただきました。それが森田工学中郷にあります。森田工学跡地であります。ここは大変広大な面積、東京ドームがゆっくり入るくらいの広大な面積がございます。ちなみに今から20年前、平成7年9月に12億2000万という高額な金額で買い取りました。その後、汚染物質が埋蔵されているということで、ボーリング調査、水質検査等々で大変な金額をかかっております。その結、県、国の基準が上がりまして、汚染物質を除去をしなければ建物も何もダメだということになりまして、昨年4号も何がしをかけて全部除去いたしました。そこようやく解除になります。そこに企業誘致をするべきではないかと私は思っています。今田村町長も頭の中でいろいろ模索しているようですけれども、今東京日経株価は今日ですけれども2万円の大台になっております。東京の大手企業が地方進出、もしくは海外に進出しております。その時に今条件が揃っているのは湯沢町であります。まず空気がいい、水がいい、自然がいい、アクセスがいい、高速道路もあります。新幹線の駅もあります。ここに企業誘致をすれば、雇用も働く場ができれば、このとして人口も増えます。そうすれば固定資産税も入ります。収入も入ります。実は財政も多少なりとも楽になると思います。そこを早い時期に企業誘致を私は望んでおります。ぜひ町長と一緒になって企業誘致をしなければいけないと思っています。もう一つは、今から12年前、全く同じなんですけども、議会に初一般質問させてもらったのが、今一級国道17号線新三国トンネルの改作であります。それが地元、町、県、国等に毎年働きかけをいたしまして、そこに行き合ったのが前大和市村長の中島忠義先生であります。先生がたまたま懇意にしておりまして、その先生の後輩が高崎の河川国道工事事務所の所長でもありました。所長が、長島さんが絶対やります、高崎の所長は絶対やりますということで急展開になりました。そこで予算を持っていただきまして、去年着工していただきました。今は群馬県側は橋、橋梁が長くて冬2月から工事をやっています。新潟県からは雪、雪庇が落ちるということでまだ工事がしておりません。来月から着工になります。そこを本体工事が今年から着工になります。その残った段断席中でしょうかね、群馬県の新春間に捨てることになっております。観光地であります。安心安全で通れる旧国道17号線を私4年間でぜひ対策完成をさせていただきたいと願うところであります。最後になりますが、皆様に支えていただきました10年間の皆様の勉強の経験をさせていただきました。精一杯努力いたします。
保でございます。どうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。